皆さんこんばんは、シュアラスターの回し者の二宮です。はい、今はですね、僕あのシュアラスターさんをですね、あのバリバリをしてもうだいぶ経ちますよね。はい、だってなんていうか、あのシュアラスター あの品物はいいし、あの営業さんも優しいし、あの社長はあの一緒にね、あの温泉入ってチンチン一緒に見た仲だしっていうことで、あの押さない理由がないよね。ということで、ちょっとチンチンのくだりは忘れてください。はい、すいません。すいません。すいません、ソルティ。はい。ということで、ここにですね、ゼファー7ファン、ゼファー7ファンがあります。はい。ギルツィオハイブリッドコーティング。はい。マグネットコーティングということで、はい、これをつけるとですね、早く反応してですね、ニュータイプの私の動きに応えてくれるという状態になるわけなんですけども、そう、ここに、このゼファー、そう、あの、使用方法で、水洗いですね、ホコリを洗い落とす。まあ、それ終わってるんですよ。でもね、この通り、全然、曇ってますよね、これ。これなんでかっていうと、あの、これ、うちのでお付き合い長いお客さんの、あの、バイクなんですけど、あんま普段、てか全然洗ってらっしゃらないんですね。で、今回ですね、うちの方で、これ、なんだ、クラッチかな、なんか、やってたけど、ね、の、整備で入ったので、まあ、返す前にちょっとざっと綺麗にしましょうという段階の、最終仕上げで、このゼロフィニッシュをですね、使ってみようと思います。いいですか？わかりますか？やるぞ！こいつ！動くぞ！シャーパーチャ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 ーとやります。はい、で、塗り広げ、乾く前に塗り広げる、やばい、早くしないと。塗り広げるのは、クロスでいいのかな。あ、クロスなどで塗り広げる、塗り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 広げるね、塗り広げるね、塗り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 ね、塗り広げた。はい、綺麗なクロスで、裏筋や あと吹きムラを消すように丁寧に吹き上げるということですね。はい。なんでいちいち説明読んでるかっていうと、普段はこんなことしないですよ。でも、あの正しいやり方をね、あのフォローするということで、やってます。はい。まあ要はスプレーして吹き上げればいいんですけど、ね、よし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 、どうでしょう。結構ね、あの動画でも分かるほど吹き上がったんで、綺麗になったんじゃないかなと思うんですけど、オールマイティーなですね、仕上げ剤になってますけど、うちの店ではこれずっと使ってます。実を言うと、もう最初にあの皆さんにですね、紹介してから、あのこれしか使ってないです。よいしょ、うん、すごく使いやすいし、本当にツヤになるし、まあ、あの、あと持ちがいいですよね。はい。よっ、よっ。うん。ふきふき。綺麗になってますね。で、使っちゃいけないところとかはあるかな。まあ、滑るので、ハンドルやペダルとかですね、そういうのは あんまりこうやんない方がいいかな。ゴム、ガラスへは使用しないとあります。はい。それ以外は大丈夫です。こういうテールのね、こういうプラスチックでこう、もう完全に白くなっちゃってますよね。こういうところも使いましょう。ステッカー剥がれそうだな、これ。ね、もうこのステッカーも随分前に貼ったやつだから。どうですか、ちょっと白かったのが若干戻った、まあ、完璧に戻るには、もうすよね、あの削らなきゃいけないんですけど、簡単に綺麗にするにはですね、もう非常にこうちょうどよくピカピカになってくれます。はい、というわけで、まあ、うちの方で非常にこう押させていただいているシュアラスターゼロフィニッシュですね。これ自動車にも使えます。バイクじゃなくて自動車にも使えますし、あの冷蔵庫なんかにもですね、表面使うと結構綺麗になったりしますので、僕はたまに使ってたりとかします。本当です、本当ですよ、はい、
というわけでいかがでしょう。一家に一本、結構ですね、持ちますので、まあ、うちは業務で使ってますので結構減りが早いんですけども、1本あればですね、いろんなものを使いますので、いかがでございましょうか。はい、というわけで、シュアラスターさん、どうもありがとうございます。はい、僕はずっとシュアラスターゼロフィニッシュを押していこうと思っています。どうもありがとうございました。